川野田チャンネル。はい、始まりました。黒子のバスケの福袋開封です。はい、どうもどうも、今日もかけいえめっちゃホリデーって言っています。ありがとうございます。黒子バスケね、これは買いました。で、楽しそうなんか話しちゃいますけども、ブックオフで買ったやつですかね、これね。この動画はちなみに2000おっと、もう、ね、100円です。100円の買ったやつを開封ということですね。さあ、なんでこんなことやってますかというと、音楽の、BGM の権利の問題で、音声が使えないということで、はい、これシール、黒子のバスケのシール、ね、かわいいです。キラキラですね。ほら、かわいい、キラキラです。かっこいいね、これね。なんでしょうか。ちょっとキャラクターはわかりませんけれども、自分の動画を見ながら喋るっていうのはなかなか難しいもんですね、これね。はい。さあ、でもね、これかっこいいね。篠森さんでしたっけ？紫色の髪の毛の人でしたっけ？ね、この人多いですね。はい、そしてマウスパッド、シールかな。これもシールで、シール多いね。シールばっかりじゃねっていう、ね、こんな感じで。これなんだろう、カード。ね、はい、カードですかね、これもね。2回見せるっていうね。これポストカードだね、今のね。はい。さあ、この人ばっかりだね。村原、ちょっとわかんないな。ね、この人が多いっていう。紫色の人ね、このとにかくね。この人多いっていうことで。ほら、すごい多い。やたら多いっていうね。ファンだったのかな。あ、この人も多いですね。この人はなんだっけ。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、マウスパッドシールですね、今のはね。さあ、展開が早いですね。そう、これもそうですね。なんちゃタウンのやつだ。うん。まあ、この動画はですね、2020年の7月3日です。はい、これも黒子のバスケシール。このパターンも結構多いですね。かっこいいシールになっています。ね、紙物ばっかですね、基本的にはね。あ、これもポストカードかな。ね、なんちゃタウンで。ね、だから、あ、これもかっこいいね。おっと、なんだこれ、ゲーセンかなんかのやつかな。ね、はい、ポストカードでした。はい、おっと、これはなんかジャンボカードだ、素敵な感じかな。生徒の皆さん的なね。おっと、真剣な顔です。汗かいてる。なかなかね、大変なんじゃないかなっていうことを似たようなことを多分喋ってるような気がするんですけども。どうでしょうか。さあ、そして続きまして、おっと、かわいいワンちゃん。ワンちゃんが出てきた。ね、かわいいですね。おっと、なんだこれ。部活帰り。お好み焼き屋行こうぜ、みたいなね。いいね。青春だね。俺は金ねえよ、みたいなね。ちょっと、アニメ時代を見てないんで、なんとも言えないんですけども。ねえ。楽しそうだね、こういうのね。青春だね。ほら、アイスなんか食べちゃって。青春だね。これ、いいね。こういうことあったりかってな。俺、なかったんですよね、こういうのね。似たようなこと喋ってます。ね。はい。そんな感じでございます。今は亡き、前のお店で喋っております。ね。この、アナ雪の、チョコエッグが半額のシール貼られてるやつ、懐かしいですね。今、なかなかないんですよね。はい。ということで、関係ないことを喋っています。懐かしいです。ね。全く何を言ってるのかよくわからないですけれども、こんな感じでね。もう、何年前 ?4 年ぐらい前、の動画でございます。ね。やってることは変わりません。言ってることもね、ほぼ変わりません。多分、しょうもねえことを喋っています。ね。黒子のバスケに関係ないことを多分喋っています。ね。はい。ということで、こんな感じで大丈夫なんでしょうか。ねえ。まさかね、BGM で NG 食らって、その BGM が消せないと思わなかったので、なんか苦肉の策でこんな感じでね、もう一回音声を入れ直すっていうね、ことになっています。ね。大変です。これを聞きながら喋れるっていうことができないのでね。このメガネもね、今かけてるメガネもね、4年前のメガネですけど、今のね、大事でしょ。おっと、なんだこれ。ジャンボカードですかな。ドアプレコレクション。出た。ドアプレートに引っ掛けるやつかね、ドアだね。これもジャンボカードです。素敵な感じかな。紐ついてる。使ってない。さあ、そしてこれが出てきて、ドーン、これをかけるという。ね。ミーティング中とか、体育館にいますって。いないけどね。こういう感じでね、自分のドアに引っ掛けてみるっていうのもね、いいのかなっていうね。推しの人にはね、これ楽しいですよね、こういうのね。ほら、こんなにいっぱい種類があったんですよ、これ。ねえ、なかなかおしゃれな感じでございます。ね、今あるのかな？また他の作品であるのかもしれないけれども。さあ、これも可愛い。
可愛い子が可愛い猫ちゃんを、持ってね、可愛いですねって言ってます。そのこの女の子が可愛いですねっていうことを言っているはずです。同じことを多分喋っています。はい、ね、この再放送的なね、感じでね、こんな感じで100円でこんなにいっぱい入っていたっていうことを喋っていますね。高いんだか安いんだかよくわかりませんけれども、今となってはね、はい、というか感じでね、楽しくやってまいりました。このクロコのバスケグッズ開封動画、もうそろそろおしまいでございます。またね、他の動画もリバイバルするかもしれないので、こんな感じでね、さよならホームランっていう感じでね、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。コピーライター、別の動画も見てね。